m b ベエヴバ,バカル・ニアンは、フランス・イブリーヌ県出身のサッカー選手。FC ジロンダン・ボルドを所属。セネガル代表。ポジションは FW。2007年から SM、カーンのユースチームに所属し、2011年4月24日、トゥールーズ FC 戦において16歳で、プロデビューを果たした。一週間後のアグック・ニース戦で初めて、スターティングメンバーに名を連ね、 5月8日、RC ・ランス戦でプロ初ゴールを記録した。3日後のスタッドレンル戦でもゴールを記録した。最終的に2010から11シーズンは、リーグ7試合に出場し、3得点を挙げた。2012年8月27日、イタリアの AC ・ミランに3年契約で移籍した。2014年1月3日、モンペリエ HSC へのレンタル移籍が決定。 2015年1月21日、ジェノア CFC にレンタル移籍した。2015から16シーズンは、ミランに復帰し、2016年3月1日時点で、公式戦20試合に出場し8ゴール5アシストを記録し活躍していたが、2月27日に交通事故を起こし、左の足首と肩を負傷した。2016から17シーズンは、 序盤は、チームの得点に多く関わり、攻撃を懸念していたが、徐々に調子を落とすと、PK を連続で失敗するなどし、放出候補とされ、2017年1月26日、ワトホード FC に、買取オプション付きのレンタルで移籍した。2017年の夏の移籍市場で、大型補強を行ったミランはニアンを、スパルタクモスクワに放出することを、 クラブ間で合意したものの、ニアンはこれを拒否し、クラブに対して医療診断書を提出し、練習を欠席するなどしていたが、2017年8月31日、ミラン時代の恩師主義者ミハイロビッチが監督を務める、トリノ FC に買い取り義務付きのレンタル遺跡で加入した。2018年8月31日、自身を評価するミハイロビッチが、 昨シーズン中に解任されたこともあり、スタッドレングに買取オプション付きのレンタル移籍をした。2021年2月7日、あるアハリジッダにシーズン終了までのレンタルで移籍した。2021年9月24日、スタッドレングを退団し、FC ジロンダンボルドーに2年契約で加入した。フランス代表として、各年代でプレーしている。 2012年11月 U-21 代表の招集中にヤン・エム・ビラ、ウィサム・ベン・イエデル、アントワーヌ・グリーズマンらと共にお遊びをし、2013年12月31日まで世代別代表を含む代表選への出場停止処分を受けた。2013年8月14日に行われるザンビア代表との親善試合で両親の故郷である。 セネガル代表に初招集されたが、辞退した。その後、最終的に、セネガル代表の招集に応じ、2017年10月7日の2018、FIFA ワールドカップ、アフリカ予選、カーボベルデ戦で、セネガル代表デビューを果たした。2018年5月、2018FIFA フフワールドカップの、セネガル代表メンバーに選出された。 グループステージ初戦のポーランド戦でチーム2点目となる代表初ゴールをマーク。前述の交通事故による負傷の他にも自動車運転中のトラブルを起こしており、ミラン加入後間もない2012年に無免許運転を行い、呼び止めた警察官に対して自身はバカイエトラオレであり、免許は自宅に忘れたと主張し、言い逃れようとした。モンペリエに レンタル移籍していた2014年2月には、自身が運転するフェラーリが気に激突する交通事故を起こした。2013から2014シーズンの UEFA チャンピオンズリーグの登録メンバー外となったが、これは規則を把握していなかったクラブ幹部のウンベルト・ガンディーにのミスであり、クラブが声明でサポーターや関係者に謝罪した。 2017年5月21日のプレミアリーグ38節、マンチェスターシティ戦で、ピッチ上に迷い込みさまよい歩いていた鳥をニアンが、つかみピッチ外まで運んだ。この行動に対して、サポーターからは、賛次が送られた。国際 A マッチ14試合4得点。ありがとうございます。